一回さ、加藤純一大会議やろうぜ、今から。で、俺周りの奴らちょっとさ、整備してこうぜ。おい、蒲田ちょっと、あれしてこい、突してこい、蒲田、おい。ツイキャスのアカウント取って。一回ちょっとさ、整理してさ、一枚岩になっていかなきゃいけないから、ちょっと蒲田お前、ちょっと今からあれしてきて。蒲田交通整理のバイトしてる。マジかよ。俺の活動に支障をきたさないタイミングでやれよ。蒲田夜勤やってんの。マジかよ。今の時間夜勤なんだ。あ、蒲田かかってきた。もしもし？もしもし。あ、もしもし。蒲田。蒲田です。どうよ、調子は。お疲れ様です。お疲れ様。ご苦労ご苦労、YouTube のミラー。ありがとうございます。どうよ、YouTube、俺の YouTube のこの運営状況はどうよ？いや、おおむね問題はないと思っています。はい。なんかその、こうしてほしいみたいなのねえの？5000円まだ用意できないので、来週まで待ってあ、そういう気構えでミラーしてんだ。はい。おめえ、俺の情報とか見てねえだろうな、いろいろ。配信中以外は見てないです。やるじゃん。よう頑張ってるよ。ありがとうございます。なんか、いつぐらいまで続けれそうなの？特にそういうのはないかなっていう。切られるまではやる。マジで？はい。有望だね。なんかお前仕事とか何やってんの？コンビニでアルバイトをしています。そうなんだ。え、コンビニのアルバイトと俺の未来掛け持ちしてんの？俺の、その配信状況に合わせてシフト組んでるの？そうですね、はい。お前年いくつなの？大体。20代前半で、はい。あ、そうなんだ。はい。悪くねえな、ちょっとおめえはなんか、俺が頑張ってなんとか、あれして、おめえになんかうまいこと仕事斡旋するから。それまで、10年下積んだから、俺のミラーで。はい。まあ、なんとかコンビニのバイトを10年続けながら、俺のミラーで下積みして、そっからちょっと、あれしよう、お前は。はい。そういう感じで大丈夫？はい。じゃあちょっと視聴者のみんなから、蒲田になんか要望をちょっと今から聞くから待ってて。どう、はい、視聴者のみんな、蒲田はどうよ？なんかその、こういうところ直してくれって。あ、そう、絵うまいけど、お前何者なの？いや、本当にズブの素人です。なんか、あれ、愛がゆえのあれなの？頑張って作ってくれてんの、毎回。はい。おめえさ、俺が上げた動画にも勝手に絵使って、お前絵つけただろ、おい。あ、すいません。あれですよ。8本。そう。おい、てめえ、俺のサムネが気に入んなかったのかよ、おい。いや、ちょっとさすがにあれじゃ人来ないから。いいよ、そういう、蒲田色出してって言うぞ、今度から。ありがとうございます。失敗しても全部俺が責任取るから、その場に叩かれるのお前だけど。あ、はい。よろしく、ありがとうね。はい。頼りにしてるわ。はい。じゃあ、これからもよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。おめえ、蒲田よ、好青年見てね、おいしてたけど、見た目すげえブスだから有望だぞ。多分女、彼女ができることもないだろうし、ま、見た目だと、社会的に成功することもないだろうから、一生コンビニのバイトでくすぶってるから、しばらくは1年は蒲田で繋げられるな。ヤクルトの蒲田みたいな感じで、都合のいい感じで使っていこう。悪くねえ。いい人材を捕まえた。うん。よく蒲田に目つけた、俺は。